はい、こんにちは、こんばんは、ポツです。ということで今日は、アイランドブレッド、パート3ですね。ということで早速行きましょう。さて、今日はどんな冒険かな？ということで、早速冒険しましょう。ちなみに今回のアイランドブレッドは、まあ、一応、まあ、ステージの表見たら、どうやら3回までしかないので、ちょっと中途半端なので、ちょっと今日はスペシャルで行きたいと思います。まあ今までは前回2回ですから、今日は3回ぐらいステージを回るって感じですね。っていうことで早速、いや、さっきからギリギリの旅ですが、行きましょう。うわー、ゴミ箱だ。やべ、パンここに落下したらやられちゃう、やられちゃうとか、パン地獄ですね。おお、この椅子に脱出しましょう。ということで椅子に着地して、うわ、また椅子倒れた。うん、倒れそうだ、倒れそうだった。まあ行きましょう。あ、なんか、え、あれ、パンどこ、なにこれ、パンがすごいとこに挟まってしまいましたね。いや、やばいこれ。ということで上に行きましょう。山登りしてみたいです。ということで、冷蔵庫ですね。ということで、わー、やばい、チェーンソーだ。これぶつかったら、細切れにされますね、細切れに。まあ、起動したいが平気ですが、ウィーンってしたら、細切れになってしまいます。わー、やばい、やばい。地獄に着陸しちゃった。床ですね、パンちゃんと地獄。まあ、気をつけて、おお、危ねえ。気をつけていきましょう。こんな感じに道が崩れるときもありますね。道が橋かな。あ、なんか焼けられそうな、なんか炎マークありますね。まあ、とにかくちょっと上に行こうか。これでもどうやって行くのか分かんない、行き方が分かんないです。どれ、本当に分からへん。本当にわからないゾイですね。おお。あれ、あ、引っかかった。よ、あ、なんかカチャッと落とせた。お、お、お、なんだ？何のスイッチだったの？まあ、さっきちょっと戻ってみたいと思います。え、あ、焼けてる。あ、もしさっきのつけるスイッチだとか。おお、すごいすごいすごい。いや、だからヒーターかな。まあでもすごい焼き方ですね。どんどんこのゲームすごいやり方面白いですね。やっぱこう見ると少しクスっていう笑い方ができる焼き方ですね。このゲームどんどん変わって焼き方しますが、次はどんな焼き方かな。っていうことで次のステージはどうやら車、駐車場ですね。しかもこの駐車場すごい風強いし、どういうことなんだ。うわ、しかも、わ、やりにく、操作しにくよりも、風が強い。台風が来てたのか、ここに。うわー、また落ちたー。しかも、見えない壁がある。まるであれだ、これ。ゼルダの伝説の端側みたいですね。端っこのところで、見えない壁があると、風がピューン、これ以上進めません、だったんですが、それと似てますね、なんか。マップがやな、これ。うん、ファンが脱獄計画してみたいですね、コミュート。いや、刑務所じゃないんですけど、ここ。まあ、パンでも食パンですがね。まあ、ちなみに食パン一つ大体、まあ、食パンの四角い一つで大体 220g だからね。だから 220g であり、まあ、このパンは 220g ないですが、うん、食パンピラピラですね。紙みたいに、風で。っていうことで、うわ、風強い、すごい。わあ、また飛んだ。やっちゃった。いや、風が強すぎます、本当に。これ、操作とか手抜いたらすぐ、どん底に落とされますね、これ。でもこれ、どこがゴールなんだ？ちょっと車に行ってみたいと思います。ん？なんかあの車、ボンネットなんか燃えてるぞ。ボンネット燃えてる。なんか、ボンネットがついてます。ということで、うわあ、タイヤ、
タイヤ少しずつダメージくるので、タイヤからは急いで脱出しましょう。まあタイヤあんまり綺麗じゃないからね、みんなの道を歩くからね、みんなの道、まあ道路を走るからね、綺麗な、確かね、でもこの辺は綺麗なのか。待って、やばい、やばい、おお、いけた、よかった。しかもこれ何の車だ、メーガーが、なんか違うメーガーだしね、ブレッタの B ですね。なんでこれなんだ、パンの車かな、パンっていう車。おお、焼けてる、うわ、またこれすごい面白い焼き方ですね。ボーネットでパン焼くのって、すごいですね。ということで、でも、裏返ししていいのか。パンが、危ない、空を飛んじゃってしまいましたね。飛んじゃったぜ。おぉ、早い。野球スピード速いですね、これ。ということで、はい、次のステージに行きたいと思います。惜しいですね。ということで、これが最後のステージです。うわ、今度はどうやらガソリンスタンドですね。車に乗ったのかな、このパン。うわ、すごいこの看板、倒れてますね。おー、まあ、この看板なんか操作しにくいですね。ちょっと難しいですね。あ、いけた。あ、よーし、行きましたね。うわ、むず、ガソリンスタンドこうなってんの、すごい難しいですね。なんかさっきからコードに引っかかりすぎ、このパン。コードの罠ですね。っていうことで、よし、なんとかいけた。これでもスケボーに行くのかな、スケボー着陸。あー、やっちゃった、危ない。スケボー着陸したいと思います。はい、着陸しました。あ、車ですね、また。まあでもさっきの車となんか色違いますね。まあ気のせいかな。でもよく見たら水色だな。なんか水色とかさっきの車ちょっと古かったですね。古いっていうか少し錆びてたのかな。うわ、すごい水色だ。なんかバスにも水色のバスありますね。水色のバス。まあでも、水色の車ってね、珍しいかな。なんか水色って言ったらバスに、ミニバスのイメージがしますけどね。ミニバスのイメージ。うん。なんか、あれですね。ということで、まあまた空なんだ。めっちゃ水色だな、この車。まあ、めっちゃってとこしてみると、まあ、青ではないですね。うん、わ、あー、ガソリンスタンドの燃料が漏れてしまいました。これいつか爆発しますね。フォートナイトみたいになってしまいますよ。フォートナイトのガソリンスタンド爆発みたいに。いやー、大事件ですわ。で、今回のパンは、どうやら外出ですね。完全にもう外出してますね。今まではお部屋の、冒険でしたが、お部屋がもう完全に店にガソリンスタンド行ってます。うわ、うまそうなお肉だな。リアル、完全リアルできてますね、このお肉。後ろはなんかジュースっぽいですね。ということで、よし、 OK。 わ、やばい。でもしかもここ難しい。せーの、うまいかな、せーの、えい、おお、食べた、三角コーン。この三角コーンめっちゃ光ってますね、この三角コーン。めっちゃ光ってますね。ということで、あ、この三角コーン食べそう。逆方向に倒れちゃったらあかんよ。まあ、これはもう完全に突破した方が早いですね。ということで、突破します。ピュン、ピュン。待って。はい、あ、突破しました。いや、飛び越えるの難しいですね。ということで、次の三角コーンは飛び越えれそうですね。ということで、よし。ということで、無事、できました。飛び越えることができましたね。飛び越えるって言っても、まあ、無事渡れました。ということで、次は、またこの看板。この看板タイプ、多いですね。おー、すごい。
うわ、めっちゃブランブランする。これブランブラン見すぎると洗脳されそうですね。催眠術ですね、完全に。っていうことで、この緑に着陸した方がいいかな。よっ、あ、あ、でも、よーし、着陸成功。オッケー、あー、よーし、オッケー、ピヨン。あ、よし、オッケー、ここ。これなんだ、このスイッチなんだろう。これ、押していいのかな。でも押しちゃダメってのは人間、押したくなってしまうもんだからね。それ人間あるあるですね、完全に。まあいいや。押しましょう。むず、しかもこれ、どうやって登るの。あ、引っ掛けてんのか、これ。よし、できたー。ということで、あ、押せる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 。ピッ。え、どういうこと？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 なにこれ？なんかミサイル？ミサイル落ちてんの？ミサイル、爆発した！すごい爆発ですね。ということで、爆発して焼けたんかい。ということで、爆発焼けでしたね。ということで、ランク B でした。ということで、今日ここまでいいのかな？え、どういうこと？え、なんだこれ。すごい英語で読めませんが、すごいなんかお手紙届きましたね。車に乗ってんだけど、え、どういうことこれ。ということで、ちょっと、まあ、このステージクリアしたいと思います。ということで、これ何のステージだ？でもなんか、BGM よりも車の音すごいですね。何これ。どういうこと？しかもなんでこんな袋、これゴミ袋かな？これゴミ収集車なのこれ。飛ぶ肉、うん、飛ぶんかい。飛ぶんかい。でも坂が強いですね。なにこれ、なにこれ、なにこれ、ほんとですね。しかも周りもブラックじゃん。黒、ね、闇の道路。ここ、うわ、カーブすごっ。おい、どんだけカーブあんのこれ。待って、トンネルも多いな。あ、カーブで飛んじゃうパターンか。しかもこの道路めっちゃカーブ。お、しまった。あ、これ、ね、ちゃんと登ったわけか。めっちゃカーブ多いな。どんだけカーブあんのこれ。いろは坂いんのかもね。いろは坂、まさかいろは坂かな。でもいろは坂ってこんなあれか、こんな道端に草ないか。草っていうか、なんかそういう歩道に道がないか。まあでもカーブ多いですね。なんかこれイニシャル D で行きそうですね。イニシャル D でもレーシングゲームかと思うけど、誰この人。この人どなたさんかな。何これ。あ、金髪だと思ったら、なんかヘルメットしたから作業員かな、どっかの。待って、これどうやっていくの。え、なんかすっごい離れて焼肉パンが迷子みたいな。なんか あっちなんか路中駐車してましたね。路中駐車背景で。あ、どぼよくちょっと人に近づいてみましょう。これ人よく運転集中できますね。っていうことで、待って、え、これ私どこ。え、どういうこと。何があったの。大事故じゃん、もう。事故起きたんだけど。うわ、車が横転してる。やべえ、ニートンホーススピードみたいになってる。っていうことで、あ、事故ですね。大事故が起きてきました。え、あ、なんか手が、誰この手。どなたさん。え、どういうこと。もしかしてこれおしまい。アイアンプレイ。え、終わりかい。ということで、最後は謎の、多分この手でパン食われちゃったかな。ということで、最後は車の事故っていうすごいところでオチが出ましたが、まあ変わったオチでしたね。ということで、まあこんな事故でのどかな BGM ですごい最後のところですね。っていうことで、あ、エンディング短っ。ということで、今日はここまでですね。ということで、最後まで見てくれてありがとうございました。ということで、じゃあさよなら、バイバーイ。